来年夏に延期された東京オリンピック・パラリンピックに向け、政府は新型コロナウイルス対策の入国制限について、選手や大会関係者に限定して緩和する方針を固めました。政府は現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、入国制限を実施していて、全面解除の見通しは立っていません。政府高官によりますと、今後も感染が収まらない状況に備え、選手や関係者に限り入国を認める検討を始めるということです。来日した際、PCR 検査を複数回実施することや、滞在中の行動を制限するなどの条件が想定されていて、開催に向けた環境整備を図る狙いがあります。